第2戦の筑波が季節外れの大雪のため中止となり、ロードレース軍団の頂点に立つ 500cc クラスは2ラウンド目をスポーツランド菅生で迎えた。開幕戦の鈴鹿 2&4 で快勝したチャンプ平は世界グランプリフルエントリーのため全日本戦にしばらくはその姿を見ることができないのは残念だが、水谷、木下、川崎、そして八代らはマシンとともにその勇姿をここ菅生に表した。今週のモータースポーツダイジェストは全日本選手権ロードレース第3戦菅生大会より国際 A 級 500cc クラスの模様をお送りいたします。お相手はモータースポーツダイジェストはもちろん営業もフルエントリーのこの私、上京之介です。前日行われた予選とライダーのラインナップを紹介しますと、ポールポジションゼッケン3番木下啓司 NSR500。今の NSR はもう一番最高じゃないですか。ああ、そうですか。あとはね、自分の腕を上げるだけですわ。本当に今までのちょっとどう言ったらいいかな、迷いじゃないんですけどね、あのテストでいろいろね、テストやりすぎてちょっとおかしなった面もあるからね、それの 面を、ね、ちょっと直してからね、いい状態でのこのテストですから、ちょっといろいろこうギャップが今までありすぎたからね、歯車が合ってなかったから、だから今合ってきたからな、合ってこればなんとか持っていけるんじゃないか、レースはうまく。予選2位、ゼッケン2番、水谷勝、RG ガンマ500。まあ、今年はとにかく一生懸命、なんか目に見えないね、ものにチャレンジしてみようというつもりでね、まあ、オフ入ってからやってきたから、そういう意味でね、こう自分に厳しくね、今年はやっていこうかなと思ってやってきたわけ、ところがなかなかね、それが結びついてこないっていう。状態だけだと思うんだよね、多分ね、そのうちには良くなると思う、予選3位、ゼッケン15番、八代俊二、NSR500。 どさくさに紛れた8くらいだもんね、ちょっと自分のペースではまだ運べないんで、まだまだ勉強しなくちゃいけないなとは思ってるんですけど、そうですね、まあ、今年はじゃあ勉強の時期という割にはかなりの走りじゃないですか。いやいや、ただ一生懸命走るだけですからそうですか、はい。予選4位、ゼッケン5番、川崎博之、YZR500。 弱いですね、500 は、 はそんなこと言っちゃっていいですか。そうですね、もう、今からね、もうなんていうかな、テクニックも上達しないし、まあ自分の持ってる力っていうのかな、100% 出すだけですね、それで、まあ結果がないんだろうと、まあそれがベストだと。予選5位、ゼッケン20番、藤原義彦、YZR500。予選6位、ゼッケン6番、伊藤拓海、RG ガンマ500。予選7位、ゼッケン25番、伊予部徳を、RS500。 予選8位、ゼッケン23番、国久明、TZ500。 予選9位、ゼッケン9番、松本範明、RGB500。 澄み渡る青空ではありますが、折からの強風に煽られる中、国際 A 級 500cc クラススタートです。ポールポジションから飛び出したゼッケン3番木下 NSR はすぐに頭を押さえ先頭に立ちますが、スタートダッシュに勝るゼッケン15番八代 NSR が1コーナー突っ込みでアウトからガプセトップに出ました。 YZR を手に入れ、今大会が初めての決勝となるゼッケン20番藤原はまずまずのスタートから3番手につけ1コーナーをクリアしますが、馬乗せ手前でゼッケン5番川崎にかわされ4位です。1ラップ目のオーダーはゼッケン10番八代を先頭に、ゼッケン3番木下、ゼッケン5番川崎、ゼッケン20番藤原と続き、5番手にゼッケン25番伊予部、ゼッケン9番松本、ゼッケン6番伊藤、ゼッケン23番国、ゼッケン2番水谷というオーダーです。ゼッケン2番水谷は前日行われた予選1回目の5ラップ過ぎに馬乗せで転倒、右足の靭帯を痛め決勝前でも足を引きずりながらグリップにつくという状態でスタートし、最後尾からの苦しい追い上げであります。85年型 NSR を狩るゼッケン15番八代はツッコミ発揮の異名の通り、厳しいツッコミで 500cc クラス2戦目とは思えない走りを見せるが、3ラップ目その八代をピタリとマークしていたゼッケン3番木下は最終コーナーからの立ち上がりで並びかけ、1コーナーでは狙い澄ましたかのようにアウトからパス、ゼッケン3番木下トップに立ちました。
前回筑波で幻のポールポジションに終わった木下は今大会の予選でもただ一人1分2秒台のタイムを叩き出し、リーダーとなってからはゼッケン15番八代をじりじりと引き離していきます。ゼッケン5番川崎は2位八代に迫り、激しいバトルの応酬です。そして7ラップ目の最終コーナーでゼッケン15番八代をかわし2番手に上がり、今度はトップを行くゼッケン3番木下をターゲットに猛追撃を開始します。第2戦、筑波から85年型ではあるが YZR を手に入れたゼッケン20番藤原は4位に食らいつく健闘を見せていましたが、11ラップ目の2コーナーを過ぎたあたりで転倒。一方、負傷にもかかわらず持ち前のガッツで追撃を見せるゼッケン2番水谷は3ラップ目には5位まで浮上し、11ラップ目には4位というポジションですが、まだ苦しい展開は否めません。ゼッケン3番木下に猛チャージをかけるゼッケン5番川崎は8ラップ目には 2.4 秒あったその差を12ラップ目には 1.2 秒に、そして13ラップ目には 0.6 秒まで詰め、サイドバイサイドのバトルを見せてくれます。そしてついに15ラップ目木下 NSR を捉え、川崎 YZR トップに立ちました。トップに立った川崎はラップごとに 0.3 秒から 0.5 秒ずつとアドバンテージを広げていきます。しかし快走を見せるゼッケン5番川崎は22ラップ目の3コーナーでオイルスクリーンに乗り転倒。ゼッケン3番木下再びトップに立ちました。そして2位にはゼッケン15番八代、続いてゼッケン2番水谷、4番手はゼッケン6番伊藤というオーダーです。結局そのままゼッケン3番木下がチェッカー、その後にはゼッケン2番水谷が上がり、そしてゼッケン15番八代は27ラップ目馬乗せで転倒し3位でゴール。優勝ゼッケン3番木下刑事 NSR500、 時間32分0秒83、周回数30。